1、外国との条約締結。いよ、ペンタです。幕末について真面目に話していくっす。日本にはペンギンもいるのか。これも俺のもの。やめるペリー。気を取り直して、江戸時代には他の国の人入ってきちゃいやーよーっていう鎖国の政策が約200年以上にわたって続いてたんすよ。キリスト教が広がって外国に侵略されたり、外国との貿易で藩が強くなったりすると幕府の覇権が崩れてしまうからね。そうやって200年間平和ボケで過ごしてきた日本も幕末に差し掛かり、やばい事件が起こっちゃいます。開国してください。開国してください。うわ、アメリカ人初めて見た。めっちゃ怖い。即答は無理なんで1年後に聞いてください。開国してください。うわ、軍艦の数増えとるやん。怖いし開国するわ。でも貿易はしひん。あくまで港を補給地点に使うだけならと、下田港、函館港を開くことになります。これが日米和親条約。アメリカだけずるい。俺らとも仲良くしようや。と他の国が後に続いたのは言うまでもありません。それからしばらくして、アメリカ総領事館タウゼント・ハリスが日本へやってきました。貿易してください。早くアメリカと手を結んだ方が身のため。イギリスもフランスもみんな日本のことを狙ってます。このままじゃ Go to 植民地、中国の二の舞です。この頃イギリスがアヘン戦争に勝利し、中国は植民地になっていました。ハリスは次は日本が狙われる番だと主張し、さらに踏み込んだ条約を結ぶように求めてきたのです。条約を結べば、日本が他の外国に狙われたとしてもアメリカが仲介に入ってくれる。その条件から幕府は条約締結を考えるようになります。めっちゃいいじゃん。しかし幕府は天皇から政治任されてるだけやろ。天皇は許可なく条約なんか結んだらあかん。騒ぎ出す人たちがいました。このやべえやつら、開国諸国の脅威にさらされ、日本で台頭していた尊王攘夷の思想を持つ人たちです。尊王攘夷は、開国を推し進める幕府はけしからん、天皇を敬い外国人を追い払えという考え方。開国しないとやばいと思う人もいれば、開国なんかしたらそれこそ日本人が外国人に乗っ取られてしまうと考える人も多かったわけよ。そこで幕府はこの攘夷派を納得させるため、天皇の許可を取り付けようとしたんだけど、開国反対、外国人怖い、みんな反対してるし許可出せまへんわって感じで断られます。これを聞いて将軍の次に偉い老中主座の大塚正義は大慌て。許可得られんかった。アメリカ待たせてるし激ヤバじゃん。将軍も無能だし、もうどうしよう。と大作さんに紛れて、無能将軍自らの後継者を決める流れになります。こうして徳川慶喜 VS 徳川義富の後継者争いが勃発。ここで一枚上手だったのは義富派の面々です。将軍様、海外との条約交渉もこじれてますし、誰か大老に就任して引っ張る人が必要や思うんです。僕は井伊直弼か、井伊直弼がいいと思うんですけど。いいんちゃう。そして老中主座をしのぐ名誉職大老に義富派の井伊直弼が就任。次期将軍は徳川義富改め家持ちに決定しました。井伊が大老になったことで停滞していた条約交渉も動き出すよ。井伊さん、もうこれ以上ハリス待たせられへん。天皇の許可なしで条約結んでいい？どうしようもない場合はしゃあないな。でもほんまにどうしようもない場合だけやで、極力引き伸ばしてや。条約結んでいいってさ、いいだけに。ありがとうございます。こうして日米修好通商条約が結ばれることになりました。